ゆうだくんこんばんじゃいめいさん,こん,ん,さんこんばんは、いゴリラ星さんこんばんはんこんばんはぐんじょうさんこんばんはこんばんはきのぶりですねありがとうございますおつめいたそうかたちおつめいたそうありがとうおしめ んーちゃうやろ <laughs> ゆらくん、こんばんざい、こんばんざい。きもたん、こんばんざい。しんちゃん、こんばんざい。すみすみ、おっぺいたん、おっぺいたんだよ。今日はありがとう。こちらこそ。ハロー、メイちゃん。やっほー、ハロー、メイだよ。ざーいざーい。はーい。<laughs> みけんたん、こんばんざい、こんばんざい。ありがとうございます。誰かわかるかなえ、誰やろえ、ゴリラ推し誰ゴリラって誰まず。 ゆうなく押しメ押してくれるメ <laughs> カレードスコープさん、お久しぶりです。こんばんは、こんばんは。名古屋の時に会って以来ですね。たじたじ、おめいちゃん、めいちゃんだよ。ありがとう。今日元気だよ。俺の印材くん、可愛かったでしょ可愛かった。俺の嫁どこヒント。あゆちゃん推しの人 取りながら叫ぶスキルを手に入れたので、限界に磨きがかかりました。受 <laughs> けるなんかねあ。今日はね。インザイクいっぱい持ってるんだよ。ちょっと待ってて。 お疲れ様お疲れ様もあるやマルヤホーかわいいメイちゃん発見発見されちゃったありがとう今日もお疲れ様でしたありがとう充電全然大丈夫だったする場所があったスタイル一番めいさんこんばんねこんばんね今日はご飯いっぱい食べちゃった <laughs> 撮りながら叫ぶぜ、ね、いやあれが面白いバンズジャパンで食ってカメラ振ってるのもすごい面白い こんにちは、こんにちは、じっくりアホタイ。はじめまして、初見カイラーマンです。初めてじゃないくせに、ありがとう。今日は暑い中、お疲れ様。ありがとう。めっちゃ暑かった、ほんとに。今日ツインテールだよ。てか、お下げみたいな。<laughs> かわいいな。ありがとう。クロモン、こんばんじゃい、こんばんじゃい。絶対スタイル一番いい。嘘だ。嬉しい。ありがとう。 月うかん,かん妖怪人間バニラちゃんこんばんないこんばんない大好きツインツインテールいい髪型本当本当は巻き下ろししてたんだけどあまりにも熱すぎてやめたのそうスイカジュース飲んでます何だろう 妥協のスイカジュース。ナイルさんにもさせよう。ーでカメラ、こうやって。にぽのって。あれでどういう世界が撮れるのか見せてほしい。今日は印西市、千葉県の印西市でやってた、第2回印西ふるさと祭りに出演させていただきました。福川のて。あ、翔ちゃんか。ありがとう。ほら、印西くんだよ、みんな。 インザイくん。楽しかった、すごく。インザイくんと、インザイくんうちは。たなしゅんこんばんじいこんばんじい。なんで言われたんだ。わかるよ。服があって言ったらわかるよ。ずっとこの街、インザイでって書いてこのお塵が可愛い。 おちりが可愛い、ね、え、でもなんか印鑑持ってるらしいですよ、これ。印鑑持ってる印材君。こそ、あ、タルサケさん、こんばんない、こんばんない。すごく暖かい町です敵だなと思いました。やっと北海道から帰れるんえー、北海道いいなもうちょっとゆっくりしたかった。これがうちわです。 奥側のお宅で覚える、そうめっちゃそれで覚えてる。今日も可愛い。ありがとう、おたるさけさん。これがフ、ファイル。インザイくん。インザイスティーズマスコットキャラクター。サーチン。好奇心旺盛でよく見えるぞ。インザイシンの特産品がとっても大好き。お散歩で鍛えた。 脚力は抜群だ印材市長にもらった印鑑で押したスタンプ印材くんのトレードマークだを間違えただ印材の花コスモスの形をしているぞ印鑑を持ち上げる力強い手なんだ楽しい音は聞き逃さないって書いてあります可愛いとしか言えねえ。い <laughs> ありがとう もう早く帰りたい気持ち。帰っちゃうの北海道から。東京で待ってるね。印刷とか懐かしさしかない。嘘。言ってたもん。ないからね、ちょっと落ちに落ちまくってすごい色になってきた。なんか、今が一番色抜きが楽しい時期かもしんない。ここら辺とかもアッシュ、アッシュにもほどがあるぐらいキンパっぽい。白いキンパみてね。印刷誌の紹介、イントロダ、イントロダクション。 オブインザイシティインザイぶらり川巡り,のん,びりと川をかんのんびりと風を感じながら市内を流れるロッケン川弁天川手賀川を行く小さな花旅水辺の生き物や植物たちが季節ごとにそれぞれの姿で出迎えてくれます」って書いてあるカレーに醤油さんこんばんは、こんばんざ私と同じぐらいの髪なるかもしれんでもここもブリッジ 何かやってるやろ、本当にってぐらいやってるから。吉高の大桜市の天然記念物で樹齢300年を超える孤高の山桜。春には花が枝いっぱいに咲き誇り、菜の花の木、空の青とのコン,トラストコントラストはまさに圧巻。美しい姿が人々の心を魅了します。星集め全然シンクでいいよ。今イベントじゃないから。 おとたまさん、こんばんざい。キャップさん、こんばんざい。ありがとうございます。小林牧場の桜並木。昭和40年に設けられた、競走馬の保育育成のための牧場。入り口から300本を超える桜が約700メートルも続く桜並木はとても見事。行ってみたい。千葉ニュータウン。今日ここに来ました。国道464号。千千 エ線を中心に大型商業施設やマンションが広がりを見せる地域。ビジネスモール地区は国土交通省の都市警官100選に選定されてるみたいです。今日のところ。おち、おちんくていいよ。早すぎ。今日、時間帰ってきたのが早かった。おそろっちになっちゃうね。いいね、おそろっち。直吉さん、こんばんぜ、こんばんぜ。おちねえけどな、おちんのかーい。腰とか痛い。あの、 スプレーとかした方がいいよ。インザイくんのプロフィール。ピンク色のサイの男の子。尻尾にノのナのコスモスが咲いてます。誕生日は9月14日コスモスの日。住んでるところはインザイ市内のコスモス畑。好きなことはインザイ市の自然の中でのお昼寝。とのことです。かわいいよね、このファイル。インザイ近かったのに、ああまた行けたらいいな。 可愛い,いでしょこのファイル。なんか入って、入ってました。お、可愛いい。わ、シールとか入ってる。シール入ってる。みんな、シール入ってるよ。名刺が入ってました。インザイくんの。おちんの可愛い最高に笑いました。ウケる。<laughs> 水パパおつ。ありがとう。印西インザイくんの名刺。可愛い可愛い超可愛い,い,い,いめいちゃん可愛いい。ありがとう。塗り薬はある。塗り薬あるの ハルセットさん、こんばんは。50カウント終了。ありがとう。インザイくん、かわいいしかないファイル。印西って何ったんでかそ千葉の、そう。お便り書けるよ、みんなで。お便り書こう。かわいい。これから使おう。使ってって。今日と明日は松戸祭りです。競輪終わったら行ってみたらあの、行きたい。お祭りあるの行きたいのこれ、シール。インザイくんシール。 かわいい。かわいいこれ。使えないね。こんなの。こっちにも。これはね。これもシール。かわいい。かわいいこれ。このお尻が好き。お尻のシール。お尻、かわいい。かわいい。え、めっちゃかわいいね。インザイくんだよ。 かわいいいいちゃんんっていいんじゃないかありがとう落ちんのかーい早くメイちゃんに会いたいけん会いに来てアンメルツじゃないのにジョージョ聞いててあちちってなるやつアンメルツって何あんまりそういうのあでもろ肋骨除骨肋骨折れた時は何か塗ったお尻好きなんですかペットとかなんだろう動物のお尻とか好き何かなんだろうこの クレンしてるのかわいいムーミンみたいかわいいかわいいあとは銀座ライくんのタオルささ <laughs> たぬいぐるみ持ってたぬいぐるみあるよ ワンマンライブ楽しみ。えーありがとう。来てくれるの待ってるね。ハート100個ありがとう、ば、ま、っちゃん。いろいろ買ってます。いただいたんですよ。かわいい。おす、おす、おしめになっちゃうね、こんなの。そう、ピンクの、かわいい。肩とか鎖骨とかあちこちめ、ね、ぐるぐる。ええー。ピンクのものはあんま買わないから、新鮮ですね。 え、なんかもうそもそも袋が可愛いんですよ。通りすがりさん、こんばんは。俺は動物のお料好きじゃありません。俺はメイちゃんが好きです。ありがとう。<laughs> ワンマンのやつも、予約フォームからくした方がいいのワンマンはもう、ああ、おめえ。ワンマンはメイがもう把握してるから大丈夫だよ。おしましってやつですね。おしましだ。どうしよう。おしめんが吹いちゃった。これが、 今日使ったタオルです。に隠財くんがいて真ん中に隠財シティって書いてあります。隠財仕用紙だねこれで。これであなたも隠財仕用紙だ。可愛い,いめっちゃ可愛い,い。しかもしっかりしてるタオルで。可愛い,いこれ。コスモスの花がいっぱい書いてあります。 使ったタオルです。これ今日使った。了解です。可愛すぎ、めいさん。可愛い,い。か。ええー、ありがとう。コスモスの花もちゃんと乗ってる、こうやって。電車で寝落ちして、インザイまで運べえ。めっちゃ行くやん、それ。電車代過ごそう。現に今日すごかった。使ったタオルだよ、これ。<laughs> 電車。え、使ったタオルだよ。 千葉県の伝道師ですか全然石川県の電動どあと本当にいっぱいあるのメモ帳スイカ味のかき氷食べてないこれがメモ帳でしょねえボールペン 見えこういうふうにインザイくんが塗ってます今日インザイ市でライブでさインザイくんと絡みがあってこういうのをいっぱい持ってるので紹介してみました消しゴムスイカ味のかき氷は食べてないけどいちご飴って今スイカのジュース飲んでるこれはスーパーで買ったけど。 そう、グッズの展開めっちゃ多いよね100万さんもちょっと展開してほしいこういうラバーキーホルダーとかこれ1個200円なんだよ安くないこっちかわいいし超香りていたかいいなと思ったらいっぱい買っちゃったあ私はでも基本的にそういう感じの人今一番そう安いのゆるキャラはあの100万さんが好きだけど インザイくんの可愛さがすごくキュンキュンしました宇宙刑事くんこんばんはないんんない安いよねびっくりしちゃったあとピンバッチとこれも二百円ぐらい百二百円ぐらいいこんなラインナップでございますすごいめっちゃ可愛いインザイくん なんかもうメロメロになっちゃったもんしかもちっちゃいお友達もいっぱいいてね今日はすごく楽しかったです袋もかわいい今日もお風呂入ってから寝たいなって思ってるけど寝れるかなどれメンバーだと誰ええー、誰だろうわかんないメンバーをキャラクターでたたいたことがないな 好きとか言えねって言って <laughs> 私は普段あんまりお金を使わんけど大きい買い物にドンと使うからあんまり良くないって言われたでも好きなもの買ってたらいいんちゃうんやっぱ自分の欲しいものとかいいなって思ったものを買うために私は働いてると思ってるので基本的には。 かわいいか,かわいジョーハーシールとか使えないんだけどどうしよう。どうしようかな。おっきい、かわいい。アイちゃんに印材カレー渡したら食費置いて助かるって言われた。いや、ほんと食費置いて助かるよ。一食の値段ってバカにならんから。 マンボウって感じ私は価値があるとマものにお金を使ってしまいますねつまり次に待ってる待っておるよ優奈くんイイかわいいかわいい超かわいいめいちゃんかわいい,超わい,いありがとうハートありがとうあ読んだかまっちゃんハートありがとうバイ 卒業シしんに合ってないから。ええー、早く会いたいね。仕事帰りに自販に464個取ってんけど、物販やってんのかなって無視してました。ええー、ありがとう。気にしてくれて。会社のカップ麺の自販機値上げしてて悲鳴上げたなる。増税だもん。増税がそういうところにまで手が伸びてるんだね。大変だ。 今度米1 0ロ持ってく。え、めっちゃ嬉しい。着払いで、いいんで、あの、送ってほしいもん、家まで。明日の松戸来てくれるのええー、待ってる。来週引っ越しやから余計にする、引っ越しってマジで大変だよね。大変だもん、本当に。 仕事やし、一旦行ってきます。行ってらっしゃい。もぐもぐもぐ、もぐ。ミントアイス美味しいな。もぐもぐ。ピートさん、こんばんは。バンダイジャパン石川県の電動シーリーズのね、サルメイです。えー、すごい。20円も上がってんの。高っ十32分ぐらいには戻ってくる。32分あれ、めっちゃ短い。ワンマンの次の日引っ越しよう。え、大変だ。<laughs> ワンマンの次の日、メイは新潟ですね。今日、インザ行きたかったけど、 渋谷回しの距離的に無理すぎたからあっおきおまいきおみげだね松戸行ってもいいのかなええー、生きてきての吉さん待ってるよめちゃめちゃ待ってる待ってるやばい何がやばいってちょっと眠たい <laughs> 今寝、ね、そうだった危ね今日電車でもずっとこうなってた 今日寝てなくて、実は。でも、明日も早起きなんですよ。ライブ行ってる場合ではないけど、会いたく、会いたいので行くしか、行くしかありがとう。でも、メイもね、前回の引っ越しの時ね、前日にね、<laughs> 前日にね、ディズニーランド行った。<laughs> 寝れる時に寝るよ、今日は。今日はちゃんとお風呂入ってから寝ると思う。 車検で大儲けの予定です。予定は見てオタク特有のやつ。分からん。一回寝てお風呂入って感じるかもしれん。ミントアイスの新商品開発で食べて6000円もらえるよ。ミント、系苦手なんだよな。あの、シュする感じ。腕まくりんが熱くて今。ジーンテール、ポニーテール、私はオゴテール。プンプン お米は妻のの実家が作ってるるでで結構あるんですよえー、素敵めっちゃおいしいと思うそんなの愛情しかないやん素敵だね奥さんの家族 <laughs> 今日顔疲れてるねって言われちゃったから明日はもっと元気はつらつに生きていきたいなと思ってますまあでもちょっと体がバキバキだけど。 ご近所さんから玉ねぎ300個ぐらいもらってツイッターで引き取り先越しすごいいっぱい来そう転職と引っ越しのお金がたまらない問題じっくん早く会いたいよ俺のみーし俺のみーし早く早く早く会社終わったらゆっくり休んで寝ましょうねうん 大阪ワンチャン。ワンチャン待ってるね。明日、松戸競輪場にお邪魔します。待ってます。ありがとう。父さん、こんばんは、こんばんは。配信初見です。ありがとうございます。責任リーダーの方でしたっけはい、そうです。バンザイジャパン。石川県の電動シーリーダーの安原メ衣です。よろしくお願いします。喋り方も疲れがねじみ出てた。暑さのせあ、あ、でもちょっと本当に暑かった。めちゃめちゃ。夏かなって思ったぐらい暑かった。やること終わったお疲れ 精神年齢ちびっこなんですけど、いかがですかじゃあ、連れて帰っちゃおうかな。<laughs> 松戸3連単58番が出たね。こんばんは。いえーすごいその糸も拍手送りたい。目は前回100円かけて当たりませんでした。ワ <laughs> ンバンは家族で応援に行きますね。わ、待ってるねありがとうまだ夏のような日麗やから、熱中症には気をつけて。ありがとう明日も野外やから気をつけます。 明日ね、朝からいるから、もし明日来る方で、ね、朝、早くから来れるよって方は、もしかするとめいちゃんいるかもしれないです。ぜひぜひ来てください。さすがまさんと同居、同居、同同居です。<laughs> 新潟を降臨前に予選させていただきます。あガタフェスに来てくださるんですか父さん。ありがとうございます。是非ガタフェスね。2年連続かな去年も出演させていただいて、 すごく楽しかった記憶があってあるのとなんだろう商店街みたいなところ商店街だよねあれの中でやるっていうのがすごく印象的だったから今年もいろんなとこ見れたらいいなって思うしいっぱいチラシ配れたらいいなって思うしいろんな方と出会えたらいいなって思います新潟はすごく温かい場所だなって思うからすごい好きだなって思うしご飯もおいしいし あと、食べ物がすごく美味しかったので、食べ物もいろいろ食べれたらいいなって、ちょっと、思ってます。競輪予想一緒にやろう。競輪勉強してるからね、ちょっと、また頭良くなっちゃうかもしんない。なんでこんなすぐかって言うと、やること教えるだけ。ええー、先輩じゃん。大阪美ーちゃん出演するよ。椿さんのとこも行くよ。京都も。千葉県めっちゃ暑かった。やばい。もう体も今めっちゃほてってるもん。 大阪のタイムテーブル時代で考える。お、待ってるよ。ケン、こんばんぜこんばんは。ん、やっほーやっほー。昨年出演されたの全く知りませんでした。ケイ学園さんも楽しみです。そうなんですよ。今月、新潟2回行くんですけど、1回目は私行くんですけど、2回目はまだ決まってないんですけど。でも、バンドジャパンでね、新潟、1ヶ月に2回も行かせていただくってすごい、なかなかない機会やと思うから、楽しみだなって思います。午前中雨なんえ、わお大変だ 僕んことを待って帰っても、持って帰っても増税関係ないから安心して。え、むしろメインの分の3%払ってほしい。<laughs> 2%か8から10やから。かわいいメイちゃん。ありがとうえー、ありがとう新潟とかお酒飲みに行きたかった。新潟のお酒って何があるんだろう私の中で山口の脱菜はすごく記憶にあるというか、なんだろう、もう染み付いてるんですけど。石川だったら天狗前とかね。 菊姫とか、あるけど、手取り川とかあるけどね。まあ、こういう話してるけど、実はお席が全く飲めないっていう。やっぱりね、仕事中も暑かった。いや、本当に暑くて今日、びっくりした。マジで、体がまだ、中が暑い、体の。ドラゴン、か、かずくん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。いい。かわいい、僕、かわいい僕、<laughs> 僕。僕、かわいい。 余裕で肩代わりする案件。受けるめっちゃいい人じゃんダッサイ大好きですダッサイね、飲んだよ、ね、ちょっとだけ。ダッサイストアに行って。ふみ監修のもと。ああってなった <laughs> ライブまだ東京で一度は拝見しただけですが、熱い楽しいグループと注目していましたありがとう注目してもらえることってめちゃめちゃ嬉しいんですよ。だから本当にありがとうございます。 石川のお酒飲んでみるかぜひ飲んでみてほしい。強い方とかはぜひぜひ飲んでみてください。一応今言った全部、焼酎だ。焼酎だから、焼酎なのかな焼酎とかもあんまよくわかんない。多分焼酎やと思う。B さんに勝つぞおお、何を勝つんだちなみに腹ブやからいい人ではないんだよな。いい人ちゃうん目はいい人だよ。今日は天使だから。 可愛さ、買ってこう。可愛さが上がるようにアップアップするように、毎日今試行錯誤中で。いいオタクでありたい。<laughs> 何年後でももうあと私置いていく一方やから、意外とすぐじゃない いい。いでりただよ。悪の化身すごい中二病っぽいもう負けた負けないで戦おうやばいこれ1回寝てからもう1回配信するかもちょっとそのぐらいの案件ねぎっこさんのように長く続けておられる方を特に推してます今後めいさんも推させてくださいありがとうございますあとね 三ヶ月ぐらいで六年目に突入します。やばいよね。僕がお、中二や。だって悪のキッシンとかめっちゃ中二っぽくね。我らの右手に触るものはみたいな。この時間に寝たら次寝れんくな。いや、全然全然。今、今最高潮に眠いから、その後リビングでちょっとだけ寝て、もう一回配信するかもしんない。 もしよかったら、ツイッターのフォロー、ルームのフォロー、よろしくお願いします。そしてですね、上のテロップに書いてあるんですけども、10月12日、来ておくれ、ご予約行きつけ中、と書いてあるんですけども、10月12日は、バンズジャパンのワンマンライブ10人トイロが新宿ブレイズさんにて行われます。えー、今、本当に来てくれる人大募集中なので、ぜひ来てくれると嬉しいです。ご予約リプライまたは、公式の予約ホームサイトからお受けしておりますので、 そして、あとですね、物販で、特典会で、えっと、直接、チケットを買えたりもするので、ぜひ来てください。寝落ちして寝顔配信待機。本当にこのままだと寝ちゃうから。だから多分今暑いんだと思う。たまにできるね、ダメって必要だと思う。それは本当にそう。超大事だよ。大事にしていこう。ピンクのハートを押していいですかピンクのハートは押しちゃいけません。ピンクのままにしといてください。 マリオカットしてるこの話はじゃあまた後でやろうかな。じゃあ、とりあえず一体ね、一体だって一旦終わろうかな。一瞬寝ようかなって思います。15分くらい。15分くらい寝たら多分気持ちがスッキリするからなんとかなる気がする。暑いとこいるとそう体力の減少が激しいんだよね。してく、してこん。はい、ということで、一旦じゃあ終わりたいなと思います。ハート5回れそれどうなるんだっけわかんないや。 ゆっくり休めてね。おやすみのせい。ありがとう、直吉。ええー。まあ、一応30分ぐらいは配信したかなって感じなので、とりあえず一旦寝たいと思います。白くしちゃダメだ。ピンクにしてて。声癒やされるから俺も眠気や。みんなで一回お湯寝しよう。お湯寝会。一旦おやすみ、おやすみということで、とりあえず一旦終わりたいと思います。吉原めいでした。ありがとうございました。また明日も配信するので、よろしくお願いします。 バイバーイ。おやすみ。ピンクにしといて。おやすみ。